おはようございます。釣り子 TV です。これ、デプスのね、新しいワームが釣り具屋さんに並んでいたので、買ってきてました。MS プロ 2.6 インチっていうことでね、こんなね、デプスの中では比較的小ぶりなサイズのワームなんじゃないかなと思ってね、これ買ってみたんですけど、ナチュラルプロブルーカラー、ブラックとかもね、並んでいたんですけども、なんかね、こういう感じの脱皮したエビっぽいね、カラー、これでね、買ってきてましたよ。でね、発売前から気になっていたんですけども、結構ね、こう8匹入っていて、660円。最近まあ、ワームって結構高いなぁと感じていて、ね、もう1匹あたり100円超えは当たり前だよね、なんていうね、そんな感じがしていたので、大人気デプスのね、こういう最新のワームで、8匹入っていて、ね、660円っていうのはかなりね、良心的な価格じゃないかなということで、じゃあね、早速1匹出してみたいと思います。はい、出してみるとこんな感じ、小さいんですけど、ここにね、デプスなんて入っていたりして、で、すごいね、細かいパーツがいっぱいついてますね。こっちね、フックつける方だと思うんですけど、ここにね、6つの手がついて、上にも6つの手がついていて、で、この頭の先に触覚がついていて、で、このね、水をよく受けて動いてくれそうなアーム。ねえ、これは、結構ね、使い手があるんじゃないかなっていうね。常にどこかしらがこう、ピリ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 、ね、動いてアピールしてくれそうな、そんな感じの形状ですよね。で、ここがこう、なんていうんですかね、リブになっていて空気をいっぱいはらんでくれそうだな。動きが柔らかくなりそうなのと、それと、なんだろう、フッキングがね、何よりも良さそうだな、ね。で、これもちろんね、ブラックバスでね、使ってみたいな、スモラバのトレーラーとかダウンショットの具とか、まあ、フリーリグとかジカリグとかね、まあ、一通りのブラックバス狙いの、ね、釣りでは使ってみたいんですけども、何やら黒鯛にすごいね効くっていうね、そんな感じもあるみたいなんで、実はね、まあ、職場の近所でね、もう毎日のようにこう黒鯛が見えるんですよね。海なんですけども、運河にね、クロダイがね、ふよふよ、ふよふよね、いっぱい泳いでいて、で、職場の仲間なんかはね、50センチ釣れましたよ、とかね、そんな感じで結構ね、チャレンジしたら釣れてるみたいなんですけども、自分まだね、一匹も釣っていなくて、で、試しにね、いろいろ効くよって言われてるワームを投げてみているんですけども、未だね、一匹も釣れていない。ね、そんなね、難攻不落なこう、クロダイ相手にね、これをね、投げてみたいなっていうのがあって、売ってるの見かけたら買おうなと思ったんですけどね。まあ、これで、そうですね、フリーリグとかにして、ちょっとクロダイが普段よく見えているようなところにね、投げ込んでみたいな。ね、あとは、このボリューム感なんで、ちょっと8月に予定してるとあるね、計画、とある釣りにもね、投入してみようかな、ね。それはね、バス狙いなんですけど、絶対この手の感じが効くはずっていうね、あるターゲットを、狙いに行きたいと思います。何にしてもね、発売してるのは知ってたんですけども、なかなかね、店頭で見かけることがなくてね、やーっとね、一袋買うことができたんで、それでね、ちょっとね、気になるターゲットをいろいろと狙ってみたいと思います。まあ、サイズ感はね、こんな感じで。はい。まあ今日はね、ちょっと釣りに行けないんで、開封してどんな感じなのかなって、こうね、手元でイジイジしてますけども、いい感じなんじゃないでしょうか。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら。デプスから新しく登場したですね、MS クロー 2.6 インチ。これを開封してね、手元でイジイジしてみたいって、こういった動画でした。はい。釣り子 TV でした。また会おうぜ。